具体的な目標を一緒に作っていきましょう。二の腕美容チャンネルへようこそ。美容整形外科医の葛島海人です。二の腕のタプタプが気になって細くしたいと思っている方、どこまで細くしたいか具体的な目標はありますか？そもそも二の腕の太さの平均サイズとはどのくらいなのでしょうか？今回この動画では具体的な目標を一緒に作っていきましょう。今回は3つのことをお伝えいたします。まず1つ目として、二の腕が太いと感じるサイズはどのくらいなのか。2つ目として、二の腕サイズの正しい測り方。3つ目として、理想的な二の腕のサイズについて今回ご紹介していきたいと思います。二の腕ダイエットの実践前でも実践中でも今後の参考になると思います。そもそも日本人の平均の二の腕のサイズとはどのくらいなのでしょうか？この平均サイズが分かっていませんと、細いのか太いのかも分かりませんし、二の腕を細くする上での目標のサイズも設定できませんよね。この二の腕のサイズですが、日本人女性の平均サイズは 25.3cm と言われております。この 25.3cm よりも数字が大きい場合は、とりあえず 25.3cm を目標に引き締めを目指すのもありですよね。もちろん身長や体重によって異なってきます。この二の腕の平均値が分かったところで、他の人からこの人二の腕太いなと思われてしまうのは何センチからなのでしょうか？この二の腕のサイズですけども、29センチを超えてきますと太く見られることが多くなると言われております。これは日本人の平均の二の腕の太さプラス4センチ、もちろん身長にも比例しますし、身長や体格によって見え方も変わってきます。それでは二の腕サイズの正しい測り方についてお伝えしましょう。正しい測り方を行っていないと、今後自分で二の腕のサイズを比較することもできなくなっていきますので、しっかりと頭に入れておきましょう。まず腕を広げて二の腕のサイズが一番太いところを確認します。そして二の腕を広げた状態で、このメジャーを一番太いところに巻きつけます。メジャーを巻きつけるときは地面と垂直にすると正確に測ることができます。測定するときは正しく測れるように必ず鏡の前で行いましょう。二の腕は時間帯によって大幅にサイズは変わったりすることがないため、何時に測っても構いませんが、毎朝起きたときに測るのを習慣にすると忘れないので良いと思います。そのときに肩から何センチか、そして肘から何センチか、またはほくろの近くなのかなど、毎回目印を決めておくと同じように測ることができると思います。実際に今メジャーがありましたら測ってみてください。皆さん自分の二の腕のサイズはいかがでしたか？ちなみに僕の二の腕のサイズはなんと31センチでした。二の腕を細くしたいのならば、自分の二の腕のサイズのことを知り、まずは行動するのみです。毎朝測って自分の二の腕が日々どのように変化していくのか記録してみると良いと思います。皆さん自分の二の腕のサイズを測ったと思いますか？目標とする理想の二の腕のサイズが重要になってきます。理想のサイズはどうやって決めれば良いのでしょうか？そこでアパレルメーカーで設定されている標準的な理想の二の腕サイズの計算式をお伝えしましょう。身長 ×0.145 から 0.16 が標準的な太さとされています。例えば身長は 160cm の方の場合は、 160×0.145 と 160×0.16 をすると 23.2 から 25.6cm になるわけです。身長別の二の腕のサイズはこんな感じです。ちなみに、わ、羨ましいくらい二の腕細いねという方は 18cm 以下です。モデルの桐谷美玲さんは身長が 164cm ですけども、二の腕の太さは 17.4cm と言われております。雑誌キャンキャンのモデルは平均身長 158.2cm に対して二の腕の太さは 23cm と言われております。皆さんも自分の二の腕のサイズを計算してみてください。今回のまとめです。目標となる理想の二の腕を目指すためには、現状の自分の二の腕のサイズを知ることが重要です。お伝えした測り方で現状を把握し、理想の二の腕のサイズを設定しましょう。ぜひ紹介した計算方法やモデルさんの数値を参考にしてみてください。質問や疑問がある方はコメント欄にお願いします。この内容が少しでもためになったなと思う方は、チャンネル登録といいねボタンを押して応援をよろしくお願いいたします。
Twitter、Instagram でも二の腕の情報を発信しております。それではまた。